SMAP をめぐってはことし1月にも解散報道があり生放送でファンに向けて異例の謝罪をするなど動向が注目されていました所属するジャニーズ事務所からのファックスによりますと解散報道の後、ス SMAP のメンバーから事務所に残りグループ活動を存続させたいという意向があったため半年の間事務所とメンバーとの間で協議を続けてきましたしかし、かかそのの中で複数のメンバーから 今の5人の状況ではグループ活動をすることは難しいという声が出てきたということです。今月に入って事務所側は落ち着いて考える時間を持つため、グループ活動をしばらく休むことを提案しましたが、メンバー数人は休むより解散したいと希望しました。このため、解散したいと考えるメンバーがいる状況でのグループ活動は難しいと判断 今年12月31日をもって解散するという結論に至りましたスマップは1988年に結成され25年前の1991年に CD レビュー夜空の向こうやライオンハートなど多くのヒット曲を生み出してきました2003年に発売された35枚目のシングル世界に一つだけの花は200万枚を超える国民的な大ヒット曲になりました また、メンバーそれぞれが個性を生かしてバラエティやドラマでも活躍してきました。ジャニーズ事務所によりますと、スマップは解散しますが、メンバー5人はそのまま事務所に所属し、ソロ活動を続けるということです。